どうも、峰本です。今回は撮影環境の都合で私は静止画でお送りします。このチャンネルでは太陽電池の科学、経済、そして未来について議論していきます。さて、今回はシーズン2、建材一体型 PV の未来、ZEB のキーパーツの予告編です。このシーズンではビルのエネルギーを PV で賄えるのかという問いに対して、壁面、窓のビルディングインテグレーテッド PV、すなわち BIPV で可能という答えを返したいと思います。BIPV はまだ普及が始まったばかりです。シーズン2はこの4話からなります。第1話が ZEB の必要性と BIPV、 第2話が BIPV の今、第3話が未来技術編、第4話が未来市場編です。それでは各回のポイントについて紹介します。第1話では ZEB の必要性と BIPV についてお話しします。日本のエネルギー消費の内訳や、特にビルが含まれる業務他部門でのエネルギー消費の推移について示し、ビルのエネルギー収支をネットでゼロにするというネットゼロエネルギービルディングの必要性、そして BIPV って何だろうというのをお話しします。第2話では BIPV の今と題して、BIPV の導入量、BIPV の特徴、そして国際標準化の重要性と認証、規格についてお話しします。第3話では BIPV の未来、技術編として、延直設置、イコール壁面設置の課題と可能性、例えば発電パターン、そして意匠性を実現する技術についてお話しします。第4話では BIPV の未来、市場編として、BIPV システムに求められる発電コスト、導入ポテンシャルや市場予測についてお話しします。このような4話構成で興味のあるところだけ見ていただくのもいいですし、全部見ていただくと BIPV の全体像がざっくりわかるようになると思います。正直言ってこのチャンネルではドカッと笑うようなところはありません。ただ PV の興味深いトピックを提供していきたいと思います。このシーズンは週1更新なので、知りたい、勉強したい、考えたいという気持ちが湧いている時に見てみてください。ぜひ一緒に PV について考えましょう。それでは本編でお会いしましょう。